朗読、鬼三郎の教え、四大綱領教え、天から授かった真理、神の言葉、社会を救い、覚醒させるものが教えだと言われます。それは、どのようなものでしょうか。それでは、お聞きください。 ベーコンの向上の道しるべ大元の教祖出口鬼三郎は短歌集大元の道に教えとは人の悟りの及ばざる天地の神の言葉なりけり人皆の夢にも知らぬ神事を諭すは神の教えなりけり と示していますが、天地の神の言葉こそが、天から授かった真理、誠の道理であり、普遍の道なのです。教えについて、三大教師法、出口秀丸は、真理を受ける人、真理との和合ができる人の教えが根幹をなさねば、本当の教えにはならない。 本当の教えというものは、天寿の真理である以上、より以上の力に触れうる人、祭りのできる人、そういう人の言ったことが元になっているものでなければ、本当の教えでないということは明らかである、と説いています。教えは、宇宙の真理を開示し、主心の真鍵を明示して、 それを行わせるためのものであって、理屈、理論を覚えるためではありません。神の大愛の見心を悟り、一人一人の霊魂をよりよく向上させるための道しるべとしてあるのです。天寿の真理。鬼三郎は、教えとは、今日の人間の知識では、 知ることのできないことを、神事によって教えるということであります。と説いています。根本経典の大本真由には、色は四十八文字で手本なしに書き放題に、出口直の手で牛虎の懇人が書いたということが、末代残るように書き置かせるぞよ。と、 明示されています。また、鬼三郎は、要するに、教えなるものは、過去、現在、未来に通じ、かつ、実地に、神明、人にかかりて、善悪邪性の模範を示し、世界の現状をつぶさに堅持したまうがゆえに、一として互うことなし。 親友に、誠の神の教えは、毛筋の横幅ほども違わぬぞよ、と現れあるゆえんであります、と示しています。さらに、宗教の目的とは何ぞ、人をして、生活の真意義、真生命をエセシムルにあり、あえて問う、これをエセシムルは何のためぞやと、 宗教家は必ず言わん。シャバ即弱光譲渡のためなりと。また言わん。この世に天国を出現せし面がためなりと。しかり、宗教の目的は、これをおいて他になかるべし。これ、この目的のために死子として不況に従事するゆえになるべし。と述べていますが、 今までは、天寿の真理である誠の教えが解かれていなかったために、地上に天国が現出しなかったのである、と解いています。秀丸も、今の世が行き詰まっている、今の教育がどうも腑に落ちない、というのは、天寿の真理でないからであります、と示しています。 神様の教えを身につける。それでは、人知をもって、計り知ることのできない、神様じきじきの教えを学び、身につけるための方策は何か、というと、人間の本性に与えられている、一礼思根の開発連磨であり、社会的には、情緒の発達、 感情的な訓練を基礎とした教育の普及であると言えましょう。また、家庭におけるしつけの有無にあるのではないでしょうか。ここに、宗教、信仰の重要性があるのです。神様から与えられた神聖の開発と向上のために教えがあり、教えを学び、 人間らしい生活習慣を身につけるために宗教が必要なのです。秀丸は教えを身につけるための大切な要素として、観音、鍛錬、順序の三つを挙げています。そして、一番大事なことは愛というものはどういうものであるかということを知ること、ありがたい、 ということは、どういうことであるか、誠というものは、どういうものであるか、どういう力があるか、そういうことを知ることが、一番大事である、と述べています。この愛を教えるためには、感音ということを教えねばならないと説き、そのため、鍛錬教育、 勤労教育でなくてはならず、体験的学習による奉仕的、犠牲的な気持ちを養うことの必要性を述べています。さらに、真に神を信ずる者は、真に神を相手としてのみ行動している。ゆえに、どんな場合にでも感謝があり、希望があり、安心がある、と示していますが、 神心、すなわち信仰によって、愛と観音の心が一層培われるのです。鍛錬については、本当のものを作り上げようとするには、それだけ苦しまねばならぬ。それだけ鍛錬されねばならぬ。ものでも、ことでも、人でも、鍛錬されたものでなければ、 本当のものにならぬと示していますが、関音を情とすれば、鍛錬は意であるとして、知、情、意の教育の重要性を指摘しています。また、心の教育を忘れた現代社会は、礼儀を忘却した非常識がまかり通り、動物化した、 羞恥心のない人間が増加したと嘆いています。秀丸は、もう一つ、地の方の教育といえば、これは、順序を教えること、区別を教えること、物と物との関係を教えることであります、と述べていますが、徴用の助や礼儀作法をわきまえることは、 順序を正すことでもあるわけです。そして最も大切なことは、神と人との関係であり、縦には神に祈り、横には人の輪を保つ努力と精進、すなわち、心一体の生活なのです。現代社会を救い、覚醒させて、 真意に基づく天地自然の真理に従う順序を教えることが天寿の真理であり宗教の役割なのです。それでは皆様の日々の生活でのご検討を祈り終わりとさせていただきます。ありがとうございました。講座のご案内です。 大本では出口鬼三郎の教えをもとにした講座大道場修行を年間通じて開講しています。心霊の気あふれる大本の聖地で霊界や神と人との関係人生観先祖用などについてお聞きいただきまた鬼三郎の修行の地 高熊山での鎮魂や食作法の実習なども体験いただけます。お問い合わせ、お申し込みは大元公式ホームページをご覧ください。